受けてきましたね、共通テスト。もし、いよいよ自己採用してもらおうと思います。英語リーディング。結果は爆上がりですよ、好感度。好感度。好感度。じゃあまず、現代文が。現代文ね。次が数学ですね。あ、やっぱ。怖っ。そうだ、始まりました。むちゃちゃね。さあ、今回は、はい。かずこです。いいんですよ。いいんですよね。はい。たく、ジョジョの服着て、ね、発売日に俺いろんなコンビニ回って売ってなくて、手に入れてやがった。第1話載ってるやつ買ったら当たるやつ。本を買った上で、そうそこからお金を払う。そう、だから本が売ってないから。え、売ってましたよ。俺は発売日に回ったけど、都会はなかった。受けてきましたね、共通テスト。もし、はい、いよいよ。自己採用してもらおうと思います、はい、じゃあ今からしてもらいます。もう昨日共通テストの模試ね、復習法っていう動画出てるんで、入ったら見ます。はい、復習してください。はい、英語からどうぞ。ダメだったら雨降らしますよ。あ、て何がですか。ネタバレになっちゃうから言えない。雨降らしますよ。見てないんですよ、この人。漫画見てないんで、まだ見てないんです。漫画見てないんで、私の意味が分かってないですね。終わったら読みます。はい、終わった受験がですね。はい、はい。出ました、英語リーディング。結果は81点。おお、8割取れました。8割。読み終えられなくて、最後まで、うん、でも今年の本番の時は資格4とかまでしかできなかったので、うん、読める量が増えたと思います。なるほど。大門6、確かにもう後ろバツ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 、ここできてないです。 B 解いてないってことですね。いや、1問目4で、うん、ここは最初だったから1問だけ解いて、 解いてそこ以外、ここが今最初しか読めてないって感じです。なるほど。あと間違ってるのが第1問の B の1問目ですね。だから3だね。で、第2問の A の3だから8で、第4問、あ、第4問難かったって言ってたな。第4問難かったです。やっぱりそうなの。なんか私が疲れてるのか、うん、これがむずいのかって思ってました。25、27のところですね。で、第6問 B がポロポロ1問だけっていう感じです、ね、読めてないということでした、うん、皆さん。まあ6、4がちょっとやっぱ難かったって、まあ時間なかったから。読めてないからちょっとまあ分からないと。読んで時間がかかってる気もします、多分。なるほどね。そうで、その模試の復習の方のところで話してるんですけど、解くときに何分かかったか測っとくといいですよ。はい、あ、え、1問ずつ、1問ずつか、大問ずつ、ね、あ、大問ずつで、1問ずつ絶対大問で測っといた方がいいですよ。だから本番中にもってことですか。本番中、本番じゃないです、模試です。模試で、模試中に、だから何時かって書いてるんです。あ、なるほど。あ、ここ終わった時に何時ですか。で、何分って測ったらめっちゃもったいないですよ、はい、何分って計算したらもったいないんで、ここまでで今何時です、ここまでで何時何分ですって書いておくと復習のいいと思うので、はい、それぜひ皆さんね、実行してください。はい、やっぱ情報処理で時間がかかった。まあでも8割いったんでよかった、ね、じゃあリスニングいきましょう。リスニング、だってリスニングが得意なんだもん。というか、なんだろうな、なんだろうな、本番できただけ、本番できただけ、やればできる、やればできる、モンディ。オーディションの時、空気階段の服着てたんだっけ。空気階段の服着てました。そうだ、お笑い好きでした。84。お、よかった、危ねえ。あ、それでも納得はいかないと。もっと取れば、え、これ内容言っちゃいけないんですっけ、うん、常識力というか、なんというか難しいな、その、なんというかね。はい、間違えたのは第2問の3問目だから10ですね。10で、ここはセットか、ここが逆で、並び、第4問は4つセット、うん、が間違ってて、答え分かっちゃう、そんなこと言ったら。P 入れなきゃいけない。P ですね。はい、23と、これが逆でした、入れてるのがどっちも。あらら、第5問が28、29、30、31が両方とも逆に入れてたと。で、第6問の A の一番最初ですね。はい、34ということでした。あらららららら、まあまあまあ、でも8割は両方超えましたから、英語。これでもう爆上がりですよ、好感度。好感度、好感度。さあ行きましょう。国語ですか。怖い怖い、この爆上がりした好感度が爆下がりしないと。爆下がりする気がする。勉強 してるの。いや、古文を受けるか受けないか迷ってて、あ、そういうことね。で、だから古文は絶対にヤバいです。なんかもう、うん、なんかもうダメだって思いながら解いてました。え、待って、小説全部合ってる。すごくない。すごく、ごめんなさい。めちゃめちゃ気軽に言われる。すごくない。すごくない。すごい、なんてヤバい。漢文、漢文やってないです。
漢文やってないんだ。あ、なるほどね。使わないので。漢文使わないから、じゃあその分時間を取れるわけですけど。で、まず現代文が。現代文が100分の85点。85点です。おー。評論が35ですね、50分の。で、小説が全問正解で50。そして、古文が。古文が。バツだらけですけど、はい。12点ですね。50分の12。ということで、全体で。97ですね。はい、97。150分の97、何割ですか？64%。負けた。約 65% ですね。はい。よろしくないですね。いや、もう古文が低すぎるから。はい、原文はまあ8割言ってましたけど。という感じですね。まあ、落としたのが原文が5位。45、ね。45、7、10。まあ、古文はほぼ合ってません。合ってたのが2個です。23と28です。はい。はい、やば。ということでした。はい。まあ、仕方がない。次が数学ですね。数学やばいです。数学選択なんですから、ちょっと数学頑張って。なんか覚えてなさすぎて、覚えてないから。嘘。でもやばい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 。え、あ、数一だ。もうさすがにおかしいと思った。やばい。え、49点。え、やばい、マジで。おい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 、こりゃ叩かれる。やばいな。え、大問1、20点。この表の読み取りを意味が分かんなかったんですよ。あららららら、ら第2問8点、第3問7点、第4問が14点と。あらら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 、ら数学才能あるって言われてたのに。量が足りてないと思います。頑張ります。今はで何でやっ、私の記憶力が貧弱なんですけど、うん、1個単元やるじゃないですか、うん、次の単元やるじゃないですか、うん、戻るじゃないですか、うん、忘れてるってこと。なんだっけ、コサインってなんだっけみたいなことをして永遠にぐるぐるしてるんですけど。貧弱ダメです。そんなのもうちょっとちゃんとできるようになってください。え、数 2B は、数 2B 今からやりますよ。やっぱ怖っ。52。まあでも数1位よりは良かったと、まあ、こっち簡単だっつってたもんね。そう、絶対、あ、これ絶対難しくないんだよって思いながら、なんか見たこと覚えてねえな。第1問8、はい、で第2問22、ね、で第4問にいったんですね、3やらず。第4問が10で、第5問が12という結果になりました。数学がまだまだですね。はい、数学と、まあ、古文をやるかどうか決めて。そうですね、古文やるかどうか決めて。はい、それで、まあ、英語は、まあまあ取れましたと。じゃあ、頑張って。頑張ります。こうやってください。はい。先英語やってよかった。作戦。これが、はい、結果でございました。わかんないですよ。最後まで見ている人たちもいると思いますから、当然。まあ、またね、結果。バランス。バランスは取ったって。よくわかんない。結果来たらまたやりますんで、どの程度の偏差値だったのか、そして志望校の判定どうなのか、お楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。デコチン、大丈夫なんでしょうか。いや、勉強量が足りてない絶対って思ってて、あ、これ流れてます、うん、はい、いいですよ、喋って